まさかの金スキル、SSR 阪神マックイーンがヤバすぎると話題になってる件に対するみんなの反応。かっ飛ばせで草。汎用先行賢さかこれ。つっぴょなんだこれ。あれこれ引かなきゃまずい？やっぱり阪神じゃないか。阪神丸持ってて草。金何？先行の中盤ロング速度アップ。なんか強くね？どれ効かないけどボーナスやばい感じか。おまけくらいにはある。得意率80はやばない？どれ効かないこと以外はやばい気がする。あれ？これでなりぶ怪物出しやすく？これ紫なりぶ最後のパーツやろ。マイル中距離ラモーヌ、短距離長距離マックって感じ？いやこれラモーヌ余裕で超えてるやろ、あとはイベント内容や。どれ効果ボレスボボくらいしか文句つけるところがない。賢さの得意率お化けって絶対強いよな。あと金スキルが先行限定なとこくらいか。たる前にいるってことか？スキルが優秀すぎる。これリーグオブヒーローズ先行作り直しレベルやろ。作り直すも何もまだ一人も完成してない。殿下推しなんやけどマックちゃん引くべきですか。とりあえず母体一枚は絶対確保しとくか。でもこれラモーヌでよくねえか？マイルならラモーヌでいいわ。かっ飛ばせ、持ってくるの阪神丸だしや。騒ぐほどじゃないけどちゃんと強い。推しが先行ばっかなら引いて損はないと思う。ラモーヌ用に欲しいと言われたら欲しい。長距離先行はオペサスからさすがに枠きついんじゃね。ケンマックの評価は人によりけりって感じやな。需要が結構分かれてるし競合も多い。マックの評価だけなら間違いなく強いって評価になる。ケン2枚にしたくないとかすでに持ってるラモーヌである程度代用聞くからこのマックを引くのはちょっと、とはなる。そんで石なくなったの見てからアニメ来たさと出してくるんやろ？ Y はシュバル石を貯めなければならん。ラモーヌと CB 持ってて先行に押しおらんからスルーでええか？先行スキーだとしても長距離寄りのスキル持ちだからええよ。先行に押しいないとはいえ今待機育成してるんよなぁとは思ったけどそれならますますええな。マックそのものは間違いなく強い。ただ先行特化、しかも速度金だからその辺をラモーヌあたりの汎用性カードで済ますなら引くのは待った方がいい。客室速度に突破できる符号なら引け。これはマックじゃありませんわ、マクドですわ。マクドに関西を感じサポカに猛虎魂を感じる発言ですわ。マックちゃん実は関西弁説。それを言ったら立東はみんな関西弁になってしまうか。マクドのバッファローチキンセットを芝木に行きますわよ。リーグオブヒーローズガチ勢は先行でもブルボン、まあちゃん使う感じ？ブルボンはマイル以下で使う、中距離以上だと馬好みとコンセの方が欲しい感じ。今回のマックだと中距離専用になると思う。押し村区はマックちゃんに使えないということだ。でも毎日別の馬娘を育成してる時にマックイーンに会えるよ。そもそもマックはオペで怪物取らないと話にならない。それより先ほどスタミナマックちゃんと賢いマックちゃんを同時に使えないバグが見つかった。実はそれ、同一人物なんですよ。マックちゃんが最推しなので血の涙を流している。怪物持たされたオペ推しの人とかもこんな気持ちだったのかな。オペに怪物詰めるし選択で怪物欲しかったかなぁとは思う。言うても必須加速が取れないオペほど致命的じゃないかと。長距離はオペ使うしマイル中距離はラモーヌ使えるし困るのは短距離くらい。ジュエルに余裕があるトレーナーは引いておけ、つまりはいつも通りだ。ラモーヌ一差しだと1200届かないの連発してたからこれは買いやな。それは単に引き弱なだけでは？ラモーヌの性能で1200いかないならトレコーが低いマックで届くわけないよ。ラモのヒントレベル最大の快適さに勝てるの？だから仲間ではラモって言ってるラモ。いくらルブ5でも単調ではもらっても使えないスキルばかりや。中距離マイルでもどっちも貫突なら金スキル的にマックの方が強そう。ただわざわざ貫突にして強くなるのはごくわずかだろうから符号向けやな。言うてマイル中距離でも強制的に半分外れ枠になるって考えたら先行はマックちゃんの方が強いでしょ。
汎用時速 2.4 と先行版強行策はさすがに性能差が大きい。先行メインなら1枚は抑えておきたいし、なんなら追ってもいいと思う。ただラークだと1枚差しの時に盤石ブルボンと勝ち合うのがちょっと悩みどころ。今年は有能 SSR が多すぎてさすがにジュエルが持たんは嬉しい悲鳴。年末に今年1年でどれだけ課金したか計算したら顔面真っ青になりそう。けど剣って有能なの多いから改めて貫突狙うとなると他に持ってないとかじゃないと狙いづらい。二次決勝余ってるなら突っ込んでもいいかもレベル。剣ファインに使った二次決勝があれば一枚手に入れれば貫突できたのに環境が違うといえちょっと後悔がある。そのジンクスはもう破りましたわ。ジンクスじゃなくて結果じゃないですかね。どんな性能だろうと阪神以外のセリーグチームファンは引きに行けないという風潮。そんなことないんだけど、このサポカの故障が阪神マックというのは嫌だな。イベント全部に回復あるのいいね。なんでイベントすら強いんだよ、なんでもありかこの名優。ラモーヌ押し折れトレーナー、引くか迷う。サポ引くんなら手持ちの層が薄い根性だと思ってんだよな。キャラ追加はしないでサポだけどんどんインフレ、きつい環境になってきたわ。とりあえず1枚確保しとかないかんタイプだ、しかも無凸でも割と強そう。重傷の勝ち数京都の方が多いのになんで阪神丸なんですかねー。長距離先行はオペ、マイル中先行はスピエルとヒントも被らないラモーヌでいいからな。間違いなく強いけど最後まで引き切るかはよく考えた方がいいサポだね。先行ならどこでも使えるじゃん、と思ったけど中距離以外の枠厳しかった。スピードの北さんが全然来ないから得意率 80% は信用できない。得意率80は 80% じゃなくて 30% ぐらいらしいっすよ。要するに3割バッターってことなんよな。不親切な表記だけどパーセントではないからな。まああれがパーセントだったら北ちゃんはデフォ80プラス固有20の100だからな。ゼファーにも使える、ということは、中の人の冷静さを失わせるには十分な理由。発狂してそう、コナミ感。ラモーヌの育成にはいいかもしれんな。ただラモーヌがレース中にカットバセー、でカットバしてきたら奮発ものかもしれんけど。絵面想像するだけでちょっと笑えるのずるいわ。阪神マック1枚で1200いけそう？少なくともラモーヌよりは安定して1200以上は出せる、ただし数値自体は爆発した時のラモーヌには勝てない。ラモーヌにラモーヌ使えない問題解決です。スタマックと剣マック同時に使えない問題は解決しますか？得意率80って岡田監督の背番号やんけ、サイゲさん。トラッキー監督にしたら得意率1985?に天井してマックゼロだったよ。君もしかして巨人ファンかオリックスファンじゃない？野球あんまり興味ないけど強いて言うなら楽天。確かに楽に天井してるな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。